頭悪いなと思いました。でもね、私ね、なんちゃん意外に早かったね。あ、もっと終わったと思って。いや、でもね、結構マジになって。なんちゃん俺もビビったよ。なんちゃん、なんちゃん、途中寂しかったよ。肩に寝てた、寝てた。寝てた、寂しさが。出場するって言わなきゃよかった。本当に。最後だってもう3人4人絞られてくる。みんなもう真剣なの。もうドキドキして、胃が痛くなる。あのね、本当に元気なくなるのな。元気なくなる。一緒と一緒。俺は本当はこんなバカだったんだと思い出したけど。今度じゃあ。今度1枚出る。そうね。決勝問題。決勝問題。誰振ろうかな。誰にしようかな。でも高田さんね、よかったですよね。いや、高田純次。あ、ふみおさん。あ、高田純次さん、いやいや、びっくりこいちゃいましたね。なかなか高田の豪華に見えてきた。いいよな、早いよな。何どうも、今日は皆さんありがとうございました。どれやっぱりなんちゃん探せが面白かったんだけど、うん、あれとね、プロジェクト U、 あれも好きなの。あ、そうですか、うん、あれは凝ってますから ね、うん、あれとやっぱりなんちゃん探せが面白かったあれは続くの、なんちゃん続くよ、ダイムちゃんが出てるよ、ね、あれだけのために東京ドーム行ったの。来ましたよあれだけのために連れて行って、そう、じゃあこれも勝手に今日はピリピリしてますから、あんまり構わないけど怒られましたよ、そう、大変だけど、でもなんかさ、見ててこう今までにないっていうかさ、ほんわかしたねシチュエーションっていうか、あ、だから人にこう優しさを与えるっていうのはいいね。あ、そうですか、うん、私さんも優しくなりました今日。なれた、うん、なんか今どぎついの多い中でさ、なんか優しい感じするじゃない、ほんわかして、あの夏みかんの中に入ってるのが微笑ましいというあの八百屋さんはあれまた売っちゃうの。売っちゃうんですよ。それはちょっと気持ち悪いね。あ、そうか、お客さんを探せ、これも作りたい、うん、やって楽しかった、またね、ぜひまた呼んでいただきたい、あ、本当に、うん、なんかね、VTR さっき何て言ったんだけど、こういう人の感じは何て言うのって言ったら、みんなでビデオを見るかい大勢それではまた来週、さよなら。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
今日はどうもありがとうございました。また来週。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。駅まで送っていくから。
JT 花王と ご覧のスポンサーの提供でお送りします。この番組は花王、JT とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。この番組は花王の提供でお送りします。オリジナルテレフォンカード完成。テレビをご覧の方100名様にプレゼント。はがきに住所氏名を明記の上こちらまでご応募ください。番組は花王の提供でお送りします。ラジオから不意に流れるの昔いつも聞いていた憂鬱なブルース、あの頃私は今よりずっと若くて泣き虫、あんなに恋していたのにいつも悲しくて泣いた。昔私が愛した人、昔私が愛した人、昔私が愛した人、本当に愛してた。白熱いたしましたね。これだから2勝リードしたわけですよね。3勝1敗ですよ。番組ではテレビをご覧の皆様からの面白スクープを大募集。今週はご覧のネタを中心に投稿をお待ちしております。お手紙やビデオをはじめ本日は電話でも募集中。またパソコン通信のニフティーサーブでも受け付けております。採用者全員に番組特製特報記者証と時計付きボールペンをプレゼント。どんどん送ってね。
ぜひとも内村編集局宛てに、もう南原をこれ以上勝たせないでください。お願いします。南ちゃん頑張れ。南原編集局は内村編集局で数が少ないらしいんですよ。もともと来てる数が。その中で僕ら一生懸命やってるんですけど、なぜ数いっぱいもらわないとやっていけなくなるんで、よろしくお願いします。泣いてる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 。お待ちしております。この後ですね、ただいま追跡中のマル秘スクープを皆さんだけにこっそりお見せします。見逃しなく。東北王国、また最終お会いしましょう。さよなら。限界に挑み、夢を実現し続けてきた人類たちよ、さらなる挑戦に命を燃やさん。その報酬は100万円。あれじゃん、チャゲだよ、おい。あれじゃん、チャゲになってるよ、おい。チャゲになってるよ、やばい。それからみんなさっさと帰るんだよ。頑張れよ。いや、頑張ってるんですけど。ますよこれ、ね、あのね、あの急いで作ってるんですけど間に合わないんですよ。であの時はもうちょうど200か300しかもうできなかったから、あ、明日ですけどまたこれね、明日また、発売ということでございます、はいはい、ここがありますね、これですね、はい、これ俺いいなと思ったな、これね、これこれ実はね、うん、これは浴衣に合うんですよ。下駄ちょっとわかるかな、ちょっとこれ下駄さん、下駄、下駄さんだっていうの。そうです。これなんかね、ほらカップルでね、いいじゃないですか、こういう感じね、なるほど、まあ皆さん、はい、一回こう履いてみてください。履き心地いいでしょ。履いた気がしません。履いてねえんじゃないのか。履きました、履きました。Thank you.
なるほどなるほど、エンディングでございます。誰のマネだよ。E メールを紹介したいと思います。はい。はい。件名、うん、宇多田ヒカルだよ。来ました。見たぞ見たぞ見たぞ。すいません。おっさんじゃないですか。すんげえ楽しみにしてたコントを見なきゃって思って、ちょっぱなからいきなり回多いってびっくりした。ありがとうございます。見てもらったんや。家族3人で大笑いだぜ。バッハッハ。ありがたビーム。ありがたビームや。ありがたビームや。これ使わせてもらおう。ありがたビーム。毎週見てるぞ。ラブ、ヒカル。PS、父も見てるぞ。バイ、父。PPS、母も見てるぞ。バイ、稽古。稽古って、稽古って、あの稽古ですか。ありがとうございます。いいですか、ちょっとネプチューンから、はい、今日ですね、ネプチューンのセカンドシングル明日に向かって走れが、あら、発売しております。あらららら、ぜひ買っていただきたいという。7つ、あ、ポケビも出てるだに。何かを気にしながらガリーって言ってませんか。はい、ということでございまして、また来週です。さよなら。この番組はキリンビバレッジとご覧のスポンサーの提供でお送りします。これ知らなかったら雪ないかってことですよ。来週もお楽しみに。長い目で見てやってくださいね。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
果たして今夜はどんな笑いが降りてくるのか。笑神様は突然に。次回の笑神様は、笑神様はよこいや。帝王竹内力が大阪の街で笑神探し、宮川大輔と鉄道マニアが箱根の旅、笑神様が降りまくる。日テレ仲良しアナウンサーたちが八景島で潮干狩り。この海岸は未来の希望に満ち溢れてる。ももクロもちょっとだけ登場。5月24日金曜夜7時2時間スペシャルです。今回のベスト優しいを発表。もしも突然休みをもらったらあなたならどうしますか。そうだ、どっかに行こう。案内役の内村照義です。テレビ東京アナウンサーの相内優香です。内村さん、はい、私2014年を迎えるにあたって、うんうん、すごいことに気づいてしまったんですけど。何ですか。今年は2014年、はい、テレビ東京は50周年を迎えるんですが、はい、内村さんは今年何歳になりますか。あ、夏でそうですね、50歳になります。ダブル50周年なんですよ。ダブル50周年、はい、これ多分私が一番最初に気づいたんじゃないかなと思ってるんですけど、テレビ東京と内村さんは同い年なんです。ありがとうございます。